どうも、ゴルフ界のレオナルドあそこがデカプリオこと、須藤ちゃんでございます。というわけでですね、PGA とリブゴルフ、歴史的な和解記念ということでですね、フェイドヒッターベスト3、独断と偏見で選んでみました、見ていきましょう。まずは第3位、ダスティン・ジョンソン、通称 DJ ですね。えー、ツアー24勝ですか、とんでもない化け物ですよね。 え今もその強さ変わっておりません。えー、リブゴルフ行っちゃってからね、えー、全然試合、えー、彼の UC 見ることできなくなりましたが、PGA とリブゴルフ、先日歴史的な和解、えー、成し遂げましたよね。なので、これからどんどん PGA のツアーでも、えー、試合で見ることできるんじゃないですかね、彼の UC を。非常に楽しみですね。そしてダスティン・ジョンソン DJ といえばやはり、パワーフェイドでしょう。 パワーフェードの第一人者といっても過言ではない、そんなイメージありますよねやはりダスティン・ジョンソンといえば、ですね高くて非常にでかい、えー、大きい球、大きいフェードボール、えー、そして飛ばし屋、そんなイメージですが、意外にもね、そんなハードセッティングにしてないらしいんですよ、シャフトは X、えー、もっとダブル X とかトリプル X のシャフトを入れてるかと思ったんですが。 なんか、ね、ダスティン・ジョンソン曰く自分がいいなと思った硬さのもう一つ柔らかいシャフトを使うことによって非常に操作性高めてるようですねこれはねアマチュアゴルファーも参考になるんじゃないですかそのシャフトの選び,選び方もうねおじさんゴルファーはねもうむちゃくちゃなハードセッティングバカみたいなハードセッティングしてる人結構多いですからねやっぱりシャフトは X でしょうなんつってねまんぶりしてねチョロですよもう目も当てられないですよね さあ、それでは、ダスティン・ジョンソンのスイング見ていきましょう。まず、この指導でね、軽いフォワードプレスと右足をターンと地面を踏むことによって、えー、指導するきっかけ作ってますよね。正から銅ではなくて、銅から銅へ、えー、スムーズなきっかけ、えー、指導のきっかけ作ってますね。これはアマチュアゴルファー、おじさんゴルファー、真似していいと思います。しかしですよ、このトップ、 ここはあまり真似してほしくはありません特にこの左手の異常な昇屈ですよね強烈な昇屈わかりません、ね、この左手首くの字に曲がる動きですよねえ S、ー、ドチャンネルでは再三お伝えしているこの動きフェイスを閉じる動きですよねしかしねこの動きいい動きなんですがこんだけ異常に左手首曲がりません普通のおじさんはこのおじさんは異常ですこのひげづらのおじさんは異常です こんなにね、普通のおじさんがね、左手首曲げたらね、もう骨折れますよ。どうせおじさんゴルフだって骨と少々なんだから、骨折れます。これはやめてください。これはね、仕事に支障をきたす、えー、非常に大きな怪我してしまいます、えー。で、ダウンスイングではやはりインサイドからもちろん入れてきます。えー、首ちょんぱのカットスイング、そんなダサいことはしません。インサイドからグッ と入れてって、ボール位置をやや左足寄りにすることによって、最後、えー、自動的にアウトから入るようにする。これがパワーフェイドの打ち方ですよね。で、ビジネスゾーン、インパクトゾーンではフェイスターン一切しません。先日、金谷選手の特集でお伝えしたノーリストターン打法。これと全く同じ理屈ですよね。えー 強烈なストロンググリップと強烈な左手首の昇屈によってフェイスを閉じる。最初から閉じておく。そうすることによってフェイスターンしなくてもインパクトでフェイスは閉じる。これ以上リストターンしてしまうと逆に閉じすぎて、えー、左へのチーピン出ます。これ気をつけてくださいね。この、えー、打法を真似する人はね。そしてフィニッシュはこのダ、独特のね、この低いところに持っていくフィニッシュですよね。 で、体はくの字になって何かこうね、前傾するようなね、えー、独特の佇まいですよね。で、これをね、オじザンゴルフは真似してしまうと、体が突っ込んで、もうチーピンの雨あられ、出ます。これもね、あまり真似しない方がいいでしょう。このね、前傾でボールを追っていくようなね、独特のものですよね。さあ、第2位は、ビクトル・ホブラン選手。ノルウェー出身の25歳。笑顔がチャーミングなね。 えー、非常に、えー、スマイルの可愛いそんなゴルファーですよね。これなんか見てください、この映像。リリうん、ここに無数に並んでる、あのゴルフバッグに、このウェッジでボールをぶち込むぜなんて言ってるんでしょうね。これねなんか自分の実家なのか、なんか家のい,いい家ですね、これね。で、な <laughs> んでしょう、このリアクションね。何かこう、応援したくなる、そんな選手ですよね。屈託のない笑顔が特徴の選手です。 で、彼はね、ノルウェー出身なんですよ。でノルウェーといえば、えもう年から年中冬やん。ゴルフできんのな,なんていうね、えー、イメージをお持ちの方多いと思うんですが、そうなんですよ。もうゴルフできる期間だとほんと少ないと思います。でね、インドはのね、もうネット打ちですね。あれをもう幼少期はひたすらやってたというね。 ええー、話ですよね。で、アメリカはオクラホマ州立大学、アメリカに来て大学ですね。ええー、そこで、ええー、プロ転校していくわけなんですが、ついに、ザ・メモリアルトーナメント。先日、ジャックニクラスの試合ですね。勝ちましたね。素晴らしい。ゴルフ展開しました。あの難コース、見事に攻略してみせましたね。ええー、伸びしろ十分の25歳ですが、完成度も非常に高いゴルファー。 えー、ピン契約選手,選手ですよね。えー、ドライバーからパターンまで、えー、全てピンで揃えてます。で、僕の周りもね、よく考えたんですが、ドライバーに関してはやはりテーラーメイド、そしてピン。これ2強じゃないですかね。えー、僕の周りだけかな。非常に多いですよね、まあ。テーラーメイドが一番多いんですけど、次に多いのピンじゃないですか、ドライバー。ねー、ピン使ってる人多いですよね。 さあ、それではビクトル・ホブラン選手のスイング見ていきましょう。まずは後方から。この人のスイング、先に言っときます。半端ないです。すっごいスイングです。正直、えー、おじさんゴルファーが到底真似できるようなものではありません。それだけは先に言っときます。非常にストロンググリップ強め、シャットに上げていくタイプですよね。で、左の手首の昇屈も入ってるし、見てください。トップではフェイス。 もう真上見てますよね。っていうことはめっちゃ閉じてるシャットってことです。もうガンシャットですよね。もうがっつりシャット。えー、っていうことはお気づきの方も多いと思います。そう、リストターンはあまり使っていかないタイプ。こっから左手の衝突どんどん強くなっていくのでリストターンは使いません。先ほどの DJ とか金谷匠選手のようなノーリストターン打法ですね。えー、多いですよね、最近こういった選手ね。 で、右肘は真下にぐーっと落としてくるんですが、これ腕がね、ちょっと逆ループしてるんですよ。これプロで非常に珍しい。インサイドから開けてって、ちょっとアウト目に腕が降りてくるんですよ。手元がね。でも、見てください。クラブ。全く、あの、おじさんゴルファーみたいな首チョンパのカット軌道、えー、カットスライス軌道になってないですよね。アウトサイドインのあの、ダッサ軌道になってないでしょ。 ちゃんとイインサイドから降りてくるこれはね右肘をまずね内側にぐーっと入れ込むのと腕の脱力なんですね。で右サイドベント深い右サイドベントが深堀慶一郎深いですねこれもねちょっとおじさんゴルファー真似しないでくださいこれをやっちゃうともう骨所少々のおじさんゴルファーは右脇腹骨折ります。 ええあばらの骨、いっちゃいます。やめましょう。これは非常に危険な、え曲、ー、く、極極ですね。これはちょっとアスリートしか無理です。えー、非常にこのね、まあ、フェイドヒッターなんで、もちろん最後少し外からクラブは入っていくんですが、手元は逆ループしてるのに、クラブはインサイドからきっちり降りてくる。これなんですよ。そして、このムキムキの体から放たれるボール、 ええー、もうフィニッシュまでね。これは真似できません。で、これもう一回ちょっと後方から、今度アイアンショット、これ見てほしいんですけども、この画像だと非常に逆ループしてる腕の動き、よく見えると思います。で、めちゃくちゃシャットですよね。超シャットにフェイスは使っていきます。ここで、ほら、逆ループしてるのわかります腕、手元見てください。インサイドに上げて、ちょっとアウト目。ね。こう、内側から上げて、 相当に降りてくるでしょ、ほら。ね上げたとこに下ろしてがないんですよ。ちょっとね、腕がね、ボール、ボール方向に、ぐっとこう、手元入ってくんですよ。まあ、それによって、クラブを、 倒してる、シャローイングしてるっていうのももちろんあるんですが、腕を少し前に出すことによって、クラブって倒れやすくなりますから、これによってシャローイングを、えー、働かせてるという考え方もあるんですが、非常にね、ここまで逆ループする選手、珍しいです。さあ、次は正面から見ていきます。ここではですね、シフトウェイトもそうなんですが、左腕に注目してほしいんですね。左腕、左肘ですね。見てください。まずトップでね、 結構曲がるんですよ。もう左腕が、左肘が。でね、皆さんゴルフスイング習うと、基本的には、左腕は曲げないでくださいって習いますよね。えー、ここが曲がっちゃうと、やっぱ安定感に欠けるというか、なんかもう、ここがぐにゃぐにゃになっちゃうと、もう何、何、何が何だかもう、わけわかめになっちゃいますよね。ゴルフスイングってね。だから、左腕は曲げないでくださいっていうのが基本なんですけども、彼結構曲がってくるんですよ。で、このポジションですね。例のポジションでは、もちろんこれ、 なんで曲げてるかというと、振り遅れ防止でハンドファーストでインパクトしたい、これ、少し曲げて、ね、ダウンした方が、腕ってやっぱりね、ぐわっとこうね、出てきやすいというか、前に行きやすいんですね、だから曲げてると思うんですが、これ、意図的にやってるのか、ちょっと分かりませんで、きっちりこのポジションで、えー、右太ももの上に腕、手元来てますよね、だからこうやってハンドファーストのインパクトができる、これ、中島啓太選手のスイングもそうだし、キャメロン・チャンプなんかもそうですよね。 これがね、ちょっとね、アマチュアゴルフはね、真似できないんですよ。これね、僕もやろうとしたんですが、やっぱり左肘が引けて、チキンウィングみたいなね、あのダッサいスイングになっちゃうんですよね。でも見てください。全くチキンウィングなんかにはなりません。こんなかっこよく触れたらね、僕もやりたい。そして栄えある第1位は、コリン・森川選手。やはりこの人が来ましたね。 予想してた人も多いんじゃないでしょうか。フェイドボールヒッターといえば、やはり PGA では、この人外せないでしょう。決してプロゴルファー猿ではありません。裸足でスイングしてますね。そしてね、コリン・モリカワといえば、奥さんがめちゃくちゃ綺麗なんですよ。同じアジア系のね、えー、ずーっとね、なんか大学生から付き合ってたんですよね。えー、非常に美人の奥さん。えー、去年かな結婚しましたね、えー。そしてやはりね、 ショット、なんといってもショットメーカー。えー、パワーオン率、フェアウェイキープ率非常に高い。しかしですね、今年あまりよあの調子が芳しくないということで、えー、ステルス2プラス使ってたんですが、前使ってたシムに戻しましたね、ドライバーね。えー、なんでしょうね、フィーリングが悪いのかな、フェアウェイキープ率、今年そこまで悪くないんですが、やはりちょっとフィーリングの問題なのか、えー、メジャーを勝った、えー、シムに戻してきましたね。 えー、なんといっても25歳、ビクトル・ホブラント、同年齢。そして、えー、リブゴルフ行っちゃった、えー、マシュウルフも同じ年代ですね。えー、勝手に PGA の黄金世代なんてね、僕は言ってますけどね。メジャー2勝してます。全米プロと、えー、全英オープンですね。さあ、それではコリン・モリカワ選手のスイング、後方と正面、両方一気に見ていきましょう。えー、まずはストロンググリップ。 えー、ホブラン選手とザ・えー、ダチン・ジョンソンに比べるとちょっと弱め、えー、そんなにストロングに持っていませんしかしフェイスはシャットに使ってきますこっから、えー、左手首昇屈させながらぐーっとこのトップにねややアップライトのトップに、えー、上げていくとで下半身は止めたまま上半身だけねじっていきますこれで粘点差が生まれて非常にスイングスピード上がっていきます でここですねトップはね、左手首、非常に強烈な小屈やはりこれはホブラン選手とダスティン・ジョーソンも一緒ですよね。えー、3人の共通項、ここにあります。左手首の小掘。これでフェイスを閉じることによって球を捕まえていく。えー、こういった3段になってますね。で、これダウンなんですが、非常にね、えー、腰の切り、非常に積極的に腰を切っていく。 えー、もう女子ゴルファーのね、内田琴子選手のようにね、腰切っていきます。もうこんだけ腰切りますから、これすごいですよね。左腰、ガーパーッとね、えー、切っていきます。まさに左腰ガバメントですよね、えー。左腰ガバメントの状態に持っていきます。これね、おじさんゴルファーがね、運動不足のおじさんゴルファーこんなに腰切ったらね、もうカリシウム不足なんでね、腰の骨折れます。これやめてください。 えー、非常に左手首の小屈と腰の切りが早いことによって、えー、左、右膝ですね。右膝はね、ボール方向に結構寄っていくタイプなんですよ。で、右かかとも浮いていくタイプ。えー、しかし、ヒップクリアできてますので、えー、手元の邪魔、手元のスペース消してませんよね。これ右サイドがね、こうやって出てってもね。なので、これ OK です。 これが右サイド、えー、右膝、バーッと出ていくことによって、手元が下ろすスペースないよってなったら、これヒップクリア失敗。これはダメですが、彼の場合は非常に綺麗に手元のスペース空いているので、えー、右かかと、こんだけ浮いていっても問題ありません。でね、ボールの入射角度ですよ。やはり素晴らしいのが、このね、玉際、このアイアンの,あの入れ方見ていってください。 えー、シャローに、すごいストレートでこれ、ボールにアタックしていってますよね。インサイドストレートで。あれコリンモリカーってフェードじゃないのこれでね、フェード打ってってるんですよ。やはりね、フェードだからってってね、アウトサイドからがっつり入れたら、やっぱりね、スライス養分が強すぎる、えー。曲がり幅制御できなくなります。こんだけね、ストレートにね、クラブ入れていくんですよ。これでフェードはきっちり出ます。 えー、球を捕まった綺麗な、えー、パワーフェード。これによって出るんですね。この入射角を覚えてください。皆さん。アウトからがっつり入れるんじゃありません。インサイドからクラブを下ろしてきて、ストレートに入れてください。ボールを。そしたら綺麗なストレートフェイド、えード。ピンをデッドに狙える、こういった球筋が出るんですね。非常にオイリースイング。もう滑らかですよね。えー、まさにキングオブスイング。かっこいいっす。 というわけでね、3人のスイング見てきましたが、今 PGA 見てると、フェードボールヒッター非常に多いです。もうドローヒッターはほんと少なくなってる。なんでかっていうと、やっぱりね、メジャーのようなハードセッティングになると、やっぱフェアウェイは狭い。で、ラフが深いでしょだからドライバーでドロー打つとね、ランが出て、あの、ラフまで行っちゃうってうケースが非常に多いんですよ。やっぱりランの少ないフェードでドライバーを打っていく。 ハイフェードのパワーフェードでドライバーを打っていく。そしてフェードボールでピンデッドに高速グリーン上からズドーンと止めていく。これが主流になってますよね。もう世界はね、大フェード時代、突入してますよ。我々も打ちたいね。パワーフェード。